でですね、ここはですね、あの人間用で作ってるのは、今度は塗りの方かな。まあとりあえず中見て案内されてタイムカードは、それにあって日本人だ。日本人。あ、越南老车。あ、美女だった。牛ラマ。牛ラマ。あ、どれぐらい牛ラマ？じゃあこんな感じでね。ベトナム語で十分だって。あ、じゃあ、リセンピン。モンビクラマ、ビクラマ。そうま。これ卵の殻でね、こうやってやってる。それに卵の殻から。はい、チュン、そう、卵の殻。あ、水でだから洗って、こんな感じ。はい、そう、こっちはベタ、エダ。筆でね、これ。じゃあこんな感じで、これ干してすると花の、これやの、これ作業中のやつ、仕掛け金って、漆で、日本でいう漆、そもそも日本で言えば漆みたいな感じだ。この人もそうかな。ほんでこれも、そう、これも卵で殻でこうやってやってる。つまり卵の殻で、ね、絵を描いてね、その爪っていうのは、ね、そういうやつで押してね、まあ、それ仕上げる。ああ、ガラス細工じゃないけどガラスじゃねえか。オーカーオーカー、だから貝殻だね。それ貝殻のあれ、ね、これも人間でよく見たことあるけど、ね、こういうものを作ってる。まあ、そっちに完全な山ほどあるかなと思って、今彼はヤスリを削ってるみたいだけど、よし、仕上げた、塗りだね、これ。まあ、ヤスリで削るみたいな、まあ、磨くってことかな。よ、ワンチョン、ああ、そう、それは卵の、あ、それは卵の殻で作って、そっちは絵を描いたやつ、カラーね、マウ、ジャン、マウ、ジャン、マウデンガ、マウは、白黒で、じゃカラーで、でいいね、こんな、こんだけ、ね、結構広いんだよね、うわ、おか、お。あ、これそうか。これがさっき言った貝殻のやつ。それもそうだね。それも、おか。これもあの貝殻のやつ。うん、これもそうだね。そっちに、それは、チュンが。それは卵。でもよく作るよな、色をさつける。色を描いて、卵の殻と絵を描いたのと両方。ああ、これもだから螺鈿じゃねえんだよね。これはあの貝殻だから。厳密によく分かんないことだね。要はこういうものです。作るったら大変だよね、これ。じゃあ、ちょっとそっちの、そうそう、それも卵、それはね、貝殻か、隣。
うん、それも貝があってエリを描いて卵の殻で作ったの。全体でいいやね、こんな広い。哦，火，空火，空火。啊，也空火。哦，拖拉机在そこに。空火，拜拜。真。その虎もね、卵だってこれ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 。な感じでね。天才天ものあれいっぱいなんで。こんな感じですよ。まあまあ塗りかな、塗りだね、漆だな、色が。あ、そう、それは貝殻だ。スーマー、スーマー、スーマー、スーマー。あ、塗り。スーマー。ねえの、ワイン、ワインを。言えるやつだね。そう。こんな感じ。こんな感じ。これ木工製品だけど。こんな感じですよ。あれのものはアンドンでも見かけるけどね、買うならこういうものはアンドンで買った方が多分安い。普通に見る分にはこっちで見る分ね、それはこっちの方が面白いかもしれない。こっちもまあなんかあるけどね。こんな感じ。将棋の駒がこんな立派なのですけど、結構高級感があって。じゃあ従業員がくつろいで。まあこれは買っても持って帰れないけど、もう亀があるじゃん。今度は、今度は、今度は亀。まあ、山っかね、こっちはメインだからね。こっちは考えて作るね、これね。こんな感じです。キムトの名画だよね、そこにあるのはね。大丈夫ですよ。全体でいいやん、こんな感じやん、ねね、このね、左側にね、とんでもなくでかいんだよ、ね、これちょっと分かるかな。そう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 、これこんなでかい、こんなものがあります。ウルトのやつね、これか、あの花瓶かな、瓶じゃねえの、木だから。でもこんなやつで、こんな感じ。あそこにもクリムトの銘柄があるけど、日本でいう屏風みたいなやつ、屏風って紙でできてはいけないけど、木でできてて折りたたみのやつ、こんな感じ。そこにいくつもあるけど、こっちは普通のキャンディーとか入れるやつ、仕事かな、こんな感じですかね。これもまあ普通の
こういうもんならね、家に置いといても面白い。そっちの鉛筆の筆立てとかするのに使うし。まあこんな感じです。素晴らしい。